ベロリンガの踊り焼き。皆さんこんにちは、トミックです。前に俺は業務用スライサーでうなぎをスライスしてチップスを作ったり、アワビをスライスしてチップスを作る動画を出しました。チップスに合うやつと合わないやつがあるんですよっていうのが前の2つで分かりました。2つともね、高評価があれ多かったので、また別のものをやろうかなと思ってコメントを探してたら、牛タンを丸のままからスライスしてそれをチップスしたら美味しいんじゃないんでしょうかといただきまして、牛タンを買っていきました。今回はこのね、牛のベロを使ってスライスしてチップスするビデオ。今は牛タンでございます。約2キロかな。再びやってまいりました。再びじゃない、多分牛タン使うの初めてだわ。ということで今回牛タンをスライスしろということなんですが、いやマジでね、その発想はなかった。牛タンをやっていくんですが、まずは牛タンを成形しなきゃいけないわけですよ。成形って言ってもみんなが言うような顔いじるような成形とかやつではございません。袋がやっぱきます。真空状態になってるんでね、最初の状態って。うわすげえ。これが、タンの根元で、こっちがですね、タン先。タンの根元とタン先で味が違うらしいんですよ。一回牛タンをね、まな板で叩きます。叩くとね、なんか味が美味しくなるらしい。なんかそれっぽく切れた気がする。ハイキングウォーキングの九太郎さんが言ってたんですよ、あの魚の皮と同じようにやればよいと。油の部分を切り取っちゃっていいかもしれない。牛タンの皮むきって魚さばくより難しい。いやマジで、あの魚さばくより難しいっす。これは難しい。疲れた。じゃあどうするかっていうと、一回これを半分に切ります。半分に切って、美味しそう、ほら牛タン。このまま一回冷凍庫で冷凍します。で半解凍の状態でスライサーでするとだいぶ綺麗になるらしいので、じゃあこのまま、冷凍庫で冷凍したいと思います。目安はだいたい30分から1時間かな。いい感じにね、固まったので、これを、スライサーにセッティングしてカットしていきます。いくぜー。LINE スタンプ第2弾好評配信中。チャリティー T シャツもよろしくね。すごい綺麗にスライスできるぞ。ただね、スライスしたやつが引っかかっちゃう。スライサーでね、めっちゃ薄く切れたんですよ。やっぱり30分だと短いかもしんない。これ油で揚げたら確かに美味しそう。でこれ残ったやつはちょっと包丁とかで切って焼いて食べようかな、後で。もうちょっとスライスしとこうかな。油で揚げていくんですが、今回は牛タンにちょっと片栗粉を軽くまぶしてから揚げます。そうした方がなんかパリッといくんじゃねえかっていうコメントもいただいたので、実践します。多分今までのチップスシリーズの中で一番うまくいくかもしれん。じゃあ揚げます。めっちゃうまそうなんですけど、牛タンチップス。はい、じゃじゃん、牛タンチップスの出来上がり。見た目が美味しそう。スライスした時もね、結構美味しそうだったし。じゃあいただきます。これって商品化されてたっけ。あのよかったらコメントに書いてほしいんですよ。これめっちゃうまいよ。
え、商品化されてるよねこのレベルだったら。うん、普通にうまいんだが。うん、これかっぱえびせんよりもやめられない、止まらないだよこれ。え、普通にうまいんですけど。うん、いやね、またねこのシリーズやりたいと思いますので、グッドボタンが多かったらまたね引き続き継続で、そしてコメントもお願いしますということで、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録もしてねー。